アウディアプルーブド横浜青葉でございます。お世話になります。本動画はですね、弊社のアウディオーナー様と弊社の認定中古車をご検討いただいております。お客様に向けてですね、ウェブサイトの写真ではお伝えしきれない、細かいポイントをですね、この動画で補足的にご説明させていただくというものでございます。ご検討の一助になれば幸いでございます。それではですね、今日は、お問い合わせがですね大変重なってまいりました。こちらの S6 セダンをですねご案内させていただきたいと思います。まずはちょっと正面撮っていきたいと思いますが、こちらはですね、2016年の、10月登録のお車になります。はい、走行距離はおよそ2万5000キロぐらいですね。今年の10月に車検が来ます。で、今もう8月に入りましたので、まあ、このタイミングで行きますと、基本的にはですね、現状での引き渡しになるんですが、商談の内容によってはですね、車検を、早切りしてっていう場合もあるかもしれません。はい、その辺はですね、具体的なお話になった時にお打ち合わせさせていただければと思います。装備はですね、概要欄にまた記載をさせていただきますので、そちらにご覧いただければと思うんですが、車両本当時5年前ですね、車両本体価格でおよそ1300万円ほどでした。で、そちらに、この S6 は、サンルーフですね、サンルーフとあと、このプライバシーガラスですね、これがメーカーオプションでついておりますのと、あとこの、アルミホイールですね、これ20インチになります。これこの3つがですねメーカーオプションとして、搭載されております。はい、でオイルはですね、人気の、そして定番の、伝統のですね、デイトナグレーですね。最近はですね、ナノグレーですとかクアンタムグレーですとか、ナルドグレーですとか、いろんなグレーが、いろいろこう出てですね、我々も若干混乱しているところあるんですけど、このデイトナグレーというのはですね、歴史は結構長いですね。そしていつの時代もですね、もう大変人気あります。どのラインナップでもこのデイトナグレーというのはもう大変人気がありますね。はい、奥に見えるあの Q2 はですね、あれはナノグレーですね。ちょっとのマットな素材感のするグレーになりますね。少し明るい感じのグレーですよね。で、こちらのデイトナグレーというのは、少し濃いめの、重量感が漂うグレーになります。非常にこうボディが引き締まって見えるというのが特徴ですね。重量感といえばも本当の重量もですね、これ重たいんですけど、2030キロありますね。はい、2トン超えになっております。そしてエンジンは、V8 を搭載しております。450馬力ですね。トルクはですね、確か550ニュートンメーターあったと思いますね。素晴らしいです。はい、後ほどエンジンもかけてみたいと思いますが、ですね、この車の、外装内装なんですけども、カーセンサーさんで、やっている AIS のですね、評価点でいうと 4.5 点になります。大きな傷はですね、ボディ内装は幸いないんですけど、ちょっとアルミに大きな傷がありますね。その辺のところでちょっとご案内させていただきたいと思います。まず左のフロント、かなり、がっつり入っておりますけども、こんな感じですね。これはちょっと大きいですね。はい、20インチになるとかなりこう薄いタイヤになりますんで、縁石気をつけないといけないですね。あ、これほぼ一周いってますね。タイヤの方には傷が入ってないようですけど、タイヤの溝はですね、あんまりないです。車検はギリ通るぐらいなんですが、 2.5 ミリぐらいですかね。はい、というところになります。車検はですね、1.6 ミリ以上あれば通りますが、本来の性能を発揮するためにはですね、
そうですね、まあ年内、まあ、半年以内ぐらいに交換されると非常にまた気持ちのいい走りを体験できるんじゃないかなと思います。はい、そして左のリアですね、こっちはですねリム傷はなさそうです。はい、タイヤサイズはですね255の35の20ですね、 97Y アウディオリジナルタイヤ入ってます。ポテンザですね。はい、今ディスクがですね結構錆びてますけど、まあちょっと展示するとですね、まあ、こういうふうに錆びちゃうんですよね。なのでまあブレーキを踏んでガリガリこう錆びを落とすみたいな、そんなやり方になりますんで、まあ性能上はですね全くご心配いりませんのでご安心いただければと思います。はい、そして右のリアのホイール、こっちはガリ傷はちょっぴりありますね、この辺ですね。はい、タイヤにもちょっと傷が入ってますね、この辺。はい、はい、右のリアは損傷は軽微ですね。はい、という感じです。そして最後に右のフロントですね、こっちの傷はちょっと深いですね、こんな感じになります。ここの一箇所ですね、はい、という感じになります。そしてですね、まだ、ディスクローターは交換はしていないです。前回約2年前の車検の時に、ブレーキパッドは交換させていただいてますね。今走行距離がですねちょっと今プライスボードをしますけど、はい、まあおよそ2万5000キロぐらいですね。で、2年前、2019年の10月に車検をやりましたときに、まあ、これももちろん弊社でやらせていただいているんですが、その時は約1万8000キロぐらいでした。その時に、ブレーキパッドを交換させていただいております。でそれからまあ7000キロぐらいしか走っておりませんので、まあ、しばらくこのままお使いいただけるかなと思います。でこういうですね、動力性能が非常に高いスーパースポーツはですね、パッドローターの減りが早いですね。なので、まあ、今距離が少ないんですけど、まあね、こういう車お好きな方はですね結構距離走ると思いますし飛ばすと思うんで、まあ、今回の車検の時にはディスクは交換しなくていいと思うんですけど、次の車検の時にはパッドとディスクローターっていうのは交換になるかなと思いますね。はい、予算としては前後でおよそ40万円ぐらいかかると思います。はい、というところですね。はい、そして、AIS のですね、あ、ごめんなさい、カーセンサーさんを通して、まあ、作ってもらった AIS さんのですね評価シートも概要欄にちょっと貼っておきたいと思うんですが、まあ、そんな大きい傷はないんですけどね、ちょこちょこと取られております。例えばボンネットにはですね飛び石が1箇所どっか取られてたんですけども、すいません、私にはですね発見できませんでした、申し訳ございません。まあ、それぐらい綺麗ですね、ボンネットフードですね。もちろんへこみとかそういったものの減点もないです。今チェックしましたけど私も発見はできませんでしたので、まあ、その辺もご安心いただいていいかなと思いますね。今屋根が映ってますけどね、へこみとかっていうのはこういう移動するとですねポコーンとへこんでないしましてですね、そういうのが分かります。全く問題ないと思いますね。で傷はですね、まあ、ゼロじゃないと思うんですけど、まあ、軽微なものがどっかにあるんじゃないかなと思いますね。まあ、その程度のレベルでございます。はい、ボンネットフードは1箇所と取られてましたけどちょっと上がらないですね。はい、で、フロントガラスもですね、傷の箇所1箇所ありますが、
表面ですね、これかな、あ、そうですね、ここちょっと遠目に見るとこの辺の位置ですね、まあこの辺ですね。ただリペアもできないほどのものすごい軽微なものですね。あれ、ちょっと拡大すると消えちゃいますけども、まあこういった感じですね。はい、まあこの辺はですね、視界の妨げにもならないんじゃないかなと思います。はい、まあ大きなところでいうとそのぐらいかなと思いますね。はい、あとこの辺ですね、ごめんなさい、はい、こんな感じですね。まあ、この辺は視界には入ってこないかなと思います。リペアを必要とするような飛び石はありませんので、その辺はご安心いただければと思います。で、最近の車はですね、こんな感じでレーダー、あ、ごめんなさい、レーンの監視するこういうカメラがついてるんですよね。で、今こういう車を乗ってらっしゃる方はもうご存知だと思うんですけど、フロントガラス大きい飛び石とかで交換するときには、このレーダーのですね、位置調整をまたやらないといけないんですね。なので昔はですね、16、7万円ぐらいでフロントガラス交換ができましたけども、今はプラス6、7万円ぐらいはかかると思いますね。 A6 クラスだとちょっと大きいんで25万ぐらいかかるかなと思いますので、その辺はお含みを聞いただければなと、ご認識いただければ、ご留意いただければなと思います。はい、そしてですね、S シリーズの特徴としてはこのミラーですね。ミラー、これアルミになってますね。はい、先端部分も傷がないですね。とっても綺麗だと思います。はい、で、これは全車特同じなんですけど、ここもアルミの素材を使ってますね。で、保存状態があんまり良くないと白サビが浮いて出てきますが、この車は、はい、若干この辺はですね、少し汚れですね。はい、ピッカピカでございますね。大変綺麗だと思います。まあ、もしですね、今後ご納車させていただいた後にですね、白サビとかが出てきちゃったとしても、まあ、雨のね、性質が良くなかったりすると白サビが出てきちゃうことがあるんですが、ただ今はですね、結構ツールがありますんで、綺麗にできる、お客様の自力で出ます、ご自分で出ますですね、綺麗にできるんじゃないかなと思います。はい、白サビは幸いないですね。とっても綺麗です。はい、これは運転席側のサイドですね。はい、というところですね。で、このが車はですね、後ろがメーカーオプションの、プライバシーガラスになっておりますね。これはフィルムではなくてプライバシーガラスになっております。で、 A6 かな、まあ、S6 になるとこういうふうにここの、まあ、日よけもこう出てきますね。はい、これ便利だと思います。まあ、手動になりますけども。はい、内装は、S になりますと、このカーボンのパネルと、アルカンターラの素材のトリムと、入ってました。BOSE サラウンドスピーカーですね。はい、ちょっとお気に入りの音楽をですね、ちょっとボリューム大きめに聴いていただくと、壁面に音の良さが、伝わるんじゃないかなと思いますね。はい、で、あ、ごめんなさい、もう一つ原点取られているのが、フロントのドアですね。傷はですね、ほとんどないんですけど、多分これは傷じゃないんですが、これですね、ドアエッジのところ、多分この辺で1箇所原点取られているんじゃないかなと思いますね。これ今ドアエッジプロテクターっていうのをつけてますね。これ透明なテープなんで、一回傷が入っちゃうと、このテープ部分がですね、傷が入って白っぽく見えるんですね。多分ボディの方は大丈夫だと思いますが、一応ご納車の時はですね、基本このままなんですけども、外しも全然もう無料でできますんで、その際はおっしゃってください。あとこの辺ですかね。ちょっとここ剥がれかかってますけど。はい、こんな感じでございます。この面の方はですね、問題ないと思います。
雨が降ってきそうです。サイドスカート、ロッカーパネル、その辺も大丈夫だと思いますね。はい、フロントのフェンダーも綺麗です。美しいラインですね、本当に、素晴らしいです。はい、右のリアドアですね。ここも、パネルのところには傷はないんですが、ここのエッジのところ、ここですね。はい。これもフィルム剥がしちゃえば、多分中身はですね、傷入ってないんじゃないかなとは思いますけど、こうフィルムがついてるところの傷は白っぽくこう出ますんで、はい、こんな感じになっております。はい、問題ないと思います。はい。まあ、ちょっとこういう濃いめのお色はですね、一回、まあ、5納車の前に有料にはなりますがコーティング施工したりするといいかなと思いますね。右のリアドア、右のリアフェンダー、バンパーですね、その辺もダメージないと思います。はい、そして、トランクフードの上にあります、はい、エアロですね。これも素敵です。ダメージないと思いますね。はい、でトランクを開けますと A6 はですね、まあ、アウディの中でもかなり大きい方のトランクスペースになりますね。はい、こんな感じです。で、この車ですね、乱暴に使われてたような、まあ、こういう形跡なさそうですね。良かったです。床がえぐれてることもないですし、ここの側面が、えぐれちゃってるということもないですね。大切にお乗りいただいてたっていうのが分かります。はい、ゴルフバッグはですね、縦にはまあ1本積めないとは思いますね。斜めに、いけるかなと思います。で、6対4分割で倒すことができます。はい、こんな感じで倒しますとこうですね。はい、大容量なスペースになります。はい、でよく傷がつきやすいですね、リアバンパーのこの、上の部分ですね。そしてここですね、ガードの部分ですね。大変綺麗です。はい、ちょっと光っちゃって分かんないですかね。はい、いいと思います。はい、でこの上の部分ですね、ここもダメージないと思います。はい、でこれはですね、手動で開閉を行います。でここにあるのはバックカメラですね。はい、こう足で開けるのは次のモデルからですね。はい、で S 専用の、マフラー近辺ですね。はい、こんな感じになっております。ディフューザーは、グレー系になってますね。はい、いやこの角度素敵ですね。いいと思います。はい、はい、そして左の側面ですね。こっちも側面のダメージはないですね。 AIS の評価書もこっちはダメージ取られてなかったですね。で過去の板金歴も、確かなかったですね、この車。もちろん事故車でも全くありません。はい、はい、へこみとかですね、あるときはこういうふうに斜めのこう運動をするとすぐに発見ができます。はい、板金歴とかもですね、まあ、こういう横に見て肌目とかチェックするとそれでわかるんですが、もちろんこの車は大丈夫です。はい、はい、で左の、サイドスカートですね、まあ、この辺もよく擦っちゃうところだと思いますが、左のフロントホイールこれだけガリガリやるとちょっとこの辺もいってんじゃないかと思って若干心配になっちゃいますけど、
大丈夫ですね。はい、でこのホイールはですね、まあ、基本的にはちょっとリペアは不可能なんですね。あ、ごめんなさい、不可能というわけじゃないんですけども、まあ、本当にあの難しいんですね。あのできる、まあ、ところがですね、まあ、非常に少ないんで、まあ、こう現状このままでお引き渡しになります。はい、というところで、まあ、あとはですね、方法がないわけじゃないんですけども、まあ、それはですね、ちょっとまあ簡易リペア的なものになりますんで、少し色が変わっちゃいます。はい、まあ全然ね、まあ、まあ別の色になっちゃうわけじゃないんですけども、まあ、よく見たらこう分かるよかなというような、そういうレベルには、なりますけどね。一応直すことは可能ですが、 100% 完璧ってわけではないですね。はい、その辺もちょっと商談の中でですね、まあ、有料にはなりますけど、あの修理可能なので、ご相談いただければと思います。はい、V8 のエンブレムが光ります。はい、で左のミラーですね。はい、この辺もダメージないと思います。はい、という感じですね。そしたらですね、ちょっと内装を見ていきたいと思います。少々お待ちください。あ、すいません、ちょっとこれ、この車出してもらってもいいですかね。ここに、ちょっとそろそろ雨が降ってきそうなんで、屋根下に入れたいと思います。はい、内装もですね、私タバコ吸わないんですけど、おタバコの匂いはしないですね。でその他のペットちゃんの匂いとかもしない、私はちょっと感じられないですね。私はチワワ飼ってますけども、それで麻痺しちゃってるかもしれませんが、まあ多分、動物の毛とかもなかったんで、入荷した時ですね、大丈夫かなと思いますね。はい、でこのレザーはですね、ナッパレザーっていうのを使っております。非常にあの柔らかいですね、上質なレザーを使っております。そのスポーツタイプのこうバケット型のシートなんで、サポーターがドーンと跳ね上がってますよね。そうするとこの辺はですね、ダメージ結構受けちゃうんですね。ただ、擦り切れとかそういうのはないですね。レザー特有のシワはありますけど、全然もう普通のレベルですね。1年ぐらい乗ってもこうなっちゃいますよね。はい、で上の方もこんな感じ、ステッチが破けてることもなく、はい、こういう感じですね。大変状態いいと思います。で、背面のサポーターもこの辺をよく擦り切れちゃったりしますけど、全然大丈夫ですね。はい、問題ないと思います。そして、座面、まあ今はですね、半分だけクリーニングみたいな、そんなイメージでいただけると助かります。まあ、バヤ工はですね、ちゃんとしたクリーニングかけるんですけども、まあ今現状も綺麗なんですが、またレザークリーナーできれいにしていくとですね、もう少し黒っぽくなるんじゃないかなと思います。はい、はい、肩のところもですね、まあ、お客様の使用状況によっては、なんだかこう妙なシワができちゃったりですね、そういうのもあったりするんですけど、まあ、これ大丈夫ですね。はい、大変綺麗だと思います。そしてサンルーフですね。はい、で、運転席のステップですね、ここもよく蹴っ飛ばしちゃうとこですね。はい、あ、合格ですね。はい、綺麗です。大変いいと思います。で、ここの黒い脂肪が入ってるですね、こういうこの辺はですね、どうしても足が当たっちゃうとこなんで、薄い傷が入っております。はい、そしてここもですね、よく靴で蹴っ飛ばしちゃうとこなんですよね。なので薄い傷が入ってます。はい、この辺はちょっとご容赦いただければと思います。はい、で運転席の、トリムですね。あ、こう素敵ですね、これ。はい、大変綺麗です。シートメモリーの1番2番でカーボンのパネルと、スウェードのトリムですね。はい、
これはミラーの調整ですね。ミラーヒーター付きです。はい、こういったところと、で、あ、ごめんなさい、ここでもですね、あの後ろのトランクは開けられます。電動ではないんですけども、スイッチ式ですね。はい、で、BOSE サラウンドスピーカーですね。はい、で、これはサイドアシストのボタンです。このボタンがオンになっていると、斜め後ろから車が来たときに、ここの、ここがピカピカ光ります。車が近くにいるにもかかわらず、ドライバーが行こうとすると、もう激しくバチバチ光りますね。で、アウディのいいところはですね、このミラーの内側にこれがあることですね。他のメーカーさんだと、この先端にあったりとかして、結構ね、遠いんですね。あの目の横の移動が。これはですね、見なくていいです。あの目の端でわかりますんで。これアウディがとっても、分かりやすいいいとこかなと思います。はい、そして、これは、ヘッドライトオートになっております。で、フォグランプはないです。フォグランプ的なボタンはありますけども、前とあと後ろですね。はい、になります。これは LED ヘッドライトなんで、ちょっとエンジンかけてみましょうかね。はい、スタートボタンが赤いリングになってます。はい、後ほどちょっとまた撮りますんで、今ライトだけですね。はい、ミラーがこんな感じで光ります。そしてこれは後期型の、ライトになりますので、こういう感じですね。ダイナミックインジケーターになってます。それが LED ヘッドライトですね。かっこいいですね、これ。素晴らしいですね。はい、そして、左側はウィンカーつけてませんが、ここはスモールランプになってますね。これスモールランプですね。はい、で、ここの下側、これはレーダーです。これはフォグランプではなくてレーダーになりますね。はい、追従式のレーダーになります。今こういうレーダーがついてると、バンパー交換とかですね、バンパー修理するときですね、すごいあのコストかかりますんで、ちょっとご注意ください。はい、じゃあオフにします。はい、そしたらですね、ちょっと乗り込んでいきますが、ペダルはこれ S なんでアルミのペダルになっております。そしてランバーサポートですね、これがついてます。これ腰当てが出てきますね。ここの、ここに腰当てが入ってますんで。はい、そしてシートはこんな感じでピョンとこう伸ばして、足を休めることもできるようになっております。はい、たらちょっと乗り込みます。はい、ですね、ちょっと雨が降ってきそうなんで、一回車庫に入れます。サイドブレーキは電子制御式になっております。指でかけまして、で、そうすると足を離してももう絶対に動かないです。はい、で、シートベルトをかけている状態でアクセルペダルを踏みますと、サイドブレーキは自動的に解除になります。今ちょっとシートベルト私してませんので、手動で解除します。はい、はい、で、新型はですね、あの自動車コイルのコンピューターがありますが、この頃はまだないです。はい、ただ自動車コイルのコンピューターがついててもなかなか反応しないですね。はい、今リバースに入れましたんで、カメラがこんな感じになります。この黄色いラインが予定進行方向になりますんで、黄色いラインが障害物の内側を通っていればぶつからないでいけるという判断になります。今物置にこう差し掛かってますんで、これだと物置に当たっちゃうという判断になりますね。はい、で、前4つ後ろ4つの障害物センサーがついておりますので、1メートル以内にですね、障害物が入ってくると、赤いバーと音が鳴り始めます。はい、今鳴った瞬間が約1メートルですね。で、最後ピーって鳴ったら、だいたい25センチぐらいですね、人が1人通れる分という感じになります。はい、じゃあですね、はい、ちょっと下がりまして、インパネですね、あ、ごめんなさい、センターコンソール付近ですね、アームレスト、これもフルレザーになっておりますが、ダメージはなさそうです。はい、
そして、センターコンソールですね。これも、カーボン使用してますんで、ここはねよく傷入っちゃいますね。この車は大丈夫なんですけども、ご購入いただいた後もですね結構気をつけないと、物で擦っちゃったり、あとよくあるのが雨降ってる時、傘ですね、傘のですね先端でですねこうつついちゃったりする時があると思いますんで、このカーボンのところをセンターこれ交換するだけでですね約10万円以上かかりますね。はい、ご注意いただければと思います。はい、こんな感じですね。でここにある、操作ボタンでナビオーディオを操作していきます。ドライバーは肘掛けに肘を置いていただきながら手元を見ないで操作ができるような、そんな仕組みになっております。直感的に操作ができて、取説もほとんど見なくて大丈夫という感じですね。はい、例えばそれぞれボタンの中にこういう、壁といいますかね、こういうなんか、突起がありますんで、これでこうまさぐってですね何がどこにあるかっていうのが分かります。例えばラジオっていうのをクリックしますと、こういうふうに出てきますね。で、ここのダイヤルをくるくる回しまして、こんな感じで、そのダイヤルごとカチッと押し込みます。もうこれだけです。回してクリックの連続ですね。もうナビも全部同じ、非常にもう分かりやすいです。はい、でちなみにナビの、これは年式はですね確か2016年ですね、2016年のナビになっております。この車ちょっと対象だったか調べないといけないんですけど、もし対象だったらですねナビの更新もできますんで、ちょっと商談の時にですねまたお打ち合わせさせていただければと思います。でこれは後期モデルになりますんで、ここにもはいナビが映りますね。はい、今くるくるこうダイヤル回してるんですけど、それはここです。はい、こんな感じでやっております。はい、ちょっと一回すいません。ちょっと大変申し訳ございませんが一回、はい、失礼しました。はい、途中失礼いたしました。で、ちょっと今ライトをつけます。はい、こんな感じになりますね。はい、フルデジタルではないんですけども、今のバーチャルコックピットと操作方法はですね、あと情報量も大して変わらないと思いますね。はい、でバーチャルコックピットの場合であってもですね、結局は結構左右のメーター大きくして、真ん中ちっちゃいナビで見るみたいな、そんなケースが多いんで、これで十分対応できるかなと思います。はい、電話もBluetooth でつなげればここに電話帳がこう出てきますね。はい、でオーディオもハンドルから手を離さないでここをくるくる回しましてですね、こんな感じで、はい、操作ができます。車の情報でナビもこんな感じで操作ができると。でここの、メニューボタンを押しますと、はい、こんな感じで自宅クリック、はい、こんな感じでハンドルから手を離さないで、いろんな操作を安全に行うことができるというのも大きな特徴ですね。はい、でステアリングもですね、大変上質なレザーを使っております。ちょっぴり細めのスポーツのステアリングになってますね。で内側には大型の白のステッチが取ってありますんで、指の引っかかりも非常にいいです。でこれもですね非常にこう繊細なレザーを使ってるんで、爪とかでですね思いっきりこう引っかいたりすると傷入っちゃいますね。はい、ご注意いただければと思います。今はですね傷等はないと思います。はい、こんな感じですね。はい、そしてごめんなさい、ここのタッチパッドでですね文字入力とかそういったのもできるようになってますね。はい、でここにある A ボタンっていうのはブレーキのホールドですね。はい、そしてこれフルレザーなんでシートヒーターあります。3段階ですね。はい、でエアコンはオートの左右独立型
で、アイドリングストップ機能がついてますが、したくないときはこれでオフにできます。で、これをボタンを押しますと、さっきのこの画面にすることもできます。そしてこれは確かこれを押すと、ちょっと後ろのカーテンが上がってくるかな。あ、はい、上がりましたね。電動ですね。はい、電動のシールドが上がってまいります。はい、ラグジュアリーですね。こんな感じで、はい、で元に戻すときにはまたこのボタンを押します。はい、というところですね。で、ここに入っているのは SD カード2スロットと、ここに CD と DVD が入れられます。DVD とテレビは停車しているときにしか、見ることはできません。音声は走行中に見ることができます。で、今 SIM カードがまだ刺さってますけど、これは有効期限は今切れちゃってるんで、今は使えない状態ですね。 SIM カードが、はい、今はちょっと使えないですね。はい、というところで、またいつでも継続はできるようになっております。2年間で3万7000円程度になります。そして、これはサンルーフのメーカーオプションがついてるんで、まあ、ここの操作パネルこんな感じになってますね。ここをクイッとやります。あ、逆でした、すみません。ここをクイッと引くと開いていきます。はい、こんな感じですね。大変気持ちいいと思いますね。はい、そしてまた電動で閉じます。はい、こんな感じですね。ここのカバーは手動です。はい、はい、そして、この時は ETC は、あ、もう 2.0 ですね。はい、よかったです。 2.0 の ETC がついております。はい、希望ナンバーを、遠方のお客様でですね、希望ナンバーを、選択されませんとですね、うちで ETC のセットアップができませんので、ちょっとどっかでね、お受け取り後やっていただくしかなくなりますね。できればね、希望ナンバーぜひご用命ください。はい、そしたらですね、ちょっと後部座席見ていきたいと思います。あ、すいません、ちょっとその前に、これが ACC ですね。で、これが、レーンアシストですね、の操作になります。はい、で、ミラーの内側を光らせるとこんな感じになりますね。はい、夜雨が降ってたりするとですね、もう壁面になんか効果発揮しますね。はい、はい、そしてちょっと後ろのシートもですね、ご覧いただきたいと思います。あ、ちなみに、このフロアマットはですね、確か当時10万ぐらいするフロマットの一番いいやつだったんじゃないかなと思いますね。アウディスポーツっていうやつですね。はい、はい、動かします。すごい重たいんですが、はい、ものすごいラグジュアリーですね。で、後ろのレザーもダメージはないですね。ただちょっと若干のシワはありますけども、こんな感じですね。はい、使用感はもうほとんど感じられない感じっていう感じですね。はい、そしてですね、これがいいです。リアのですね、独立の空調ですね。エアコンは左右、こっちも独立型になってます。そしてなんとシートヒーターもついてます。後ろにお客様を乗せなる場合もですね、大変喜ばれます。はい、はい、後ろのこれツイーターですね。はい、右のリアのステップですね、ここも綺麗です。ここロゴが光ってますね、 SO6 って。今ライトが点灯してますんで、はい、じゃあ助手席のシートのダメージを見てみます。まずはステップから、はい、問題ないと思います。
そしてサポーターもう大丈夫ですね。はい、大変綺麗です。はい、背面ですね。はい、大丈夫だと思います。ドアトリムですね。結構このカーボンはですね、傷入りやすいんですけどね、これは綺麗です。はい、というところですね。はい、右左のリアのドアのトリム、はい、ステップですね。はい、シート